はい、こんにちは、今日はね、今日のタイトルはね、告白。実はですね、私ね、あるリスナーさんと、半同棲をしています。そして運転免許証はありません。そして今までの病気は全部仮病です。てなわけはないですよね。あのね、もう困ったもんでね、あの僕ね、あるチャンネル主さんのね、チャンネルをね、もうディスることやめたんですよ。バカらしいから。もう時間の無駄だから。それがね、あのね、あれ誰かな、もう変にね、あの誰だっけな、あ、ミントっていう人、変な人いるでしょ。変なウロチョロ風見取りみたいな人。あのミントさんね、あのあれなんかね、そのね、向こうにね、その主にね、ライブの時にね、どうもね、あの、何だっけな、何だっけな、あ、リスナーの誰々さんとね、半同棲してるみたいよと、無人ライブに声が聞こえたとかね、でたらめなことばっかり、そんなわけないでしょよって、もうね、そんなこと平気でね、あの、ライブでね、コメント入れてね、それをね、チャンネルにしゃべり出すっていうね、もうこれ、馬鹿げたチャンネルなんですよ、これ。どのチャンネルか言わないですよ。だけどね、もうそうやってね、平気でね、仮にね、もうそこ全くゼロなんですけど、仮にね、僕が誰と恋愛をしようがね、何をしようがね、その人たちに関係ないの。まあ、そういうことしてないけど、だからね、人のことをね、とやかく言う前にね、自分の襟を正してね、まともな大人になってくださいって僕は言いたいんだけどね。あとね、何回も言うけど、ね、運転免許証はね、ないと運転できないんですよ、日本はね。世の中はね、法治国家でね、あのね、免許証ないと運転できないの。だからないわけないの。それとね、あと何だっけな。あとね、病気はね、仮病なんか使ったって何の得もないの。自分が死んだだけだからね、仮病なんか使ってません。病気は病気。何と言われようが、どうでもいいです。もうね、このチャンネルに群がる人はね、特にね、このミンとサワルナ、これにね、煽られてね、チャンネル主もね、好き勝手言い出すんだよ。これね、どうしようもないよね、この人たちはね。もう、特にね、ルナはね、このね、主はね、ルナと会ってからちょっと洗脳されておかしくなりだしたんだよね。だから、もともとね、ルナはちょっとおかしい、異常だと思うのと、あとね、ミントはね、これはね、ちょっとね、病気だね、ある意味ね。あと、サワ、あ、これはもう相手にしてないからいいんだけど、ちょっとね、そういうことを聞いたの。僕は全然見てない。もうね、無駄。あのチャンネルはね、無駄。世の中の無駄だし、あのね、何の中にもが、何も得るものはない。あれを見るとね、みんな不愉快になるだけ。耳が痛い。あの声聞いたらね、あの綺麗なダミ声聞いたらね、もうね、もう調子悪い。今日は告白でした。